おはようございます。なんかグネグネしてますが、今日は私は熊本県阿蘇にいます。奥にちょっとね、木立の向こうで分かりにくいかもしれませんが、奥には阿蘇山ね見えてるんですけど、中岳、高岳らへんが見えてるんですが、はい、今日は天気もすこぶるほらいいでしょ。なのであの山の上までね行ってみようかと思います。つい昨日だか一昨日だかに山の上のね通行規制、噴火の危険性の警戒レベルってやつが解除されたのか、入っていいってことになったっていう情報を掴んだので、あ、このタイミング最高だなと思ってるので行きたいと思いますが、あれ動かなくなっちゃってるの、ハギさんね。ハギさんよーし、日向ぼっこ中、朝のねあったかい日差しを浴びて日向ぼっこ中のハギさんですが、さあじゃあ阿蘇山に向けて出発したいかな。伸び長い、おはぎさん長い行ってくるぜおはぎ、行くぞ、いくよ。今私は米塚というところに来ています。米塚ってこういう形した、なんか不思議な形の山ですね。阿蘇の中にあるね、登れんのかなと思ったけど登れないみたいなんですけど、米塚っていう、まあ、なんでしょうね。噴火口なんでしょうかね。うん。はい。上から見下ろすと、中央部分がくぼんでるみたいですね。ということで、もっとね、これを上から見下ろす綺麗な展望台あるみたいなんでね、そっちも行ってみようと思うんですけども、米塚でした。阿蘇山、なんでも珍しい。暗い。ここは河口に広がる美しい草原、草千里ヶ浜。景色はというと、向こう河口ですけどね、煙上がってますが、これが草千里。広大で雄大で優雅だね。反対側、こっちね、阿蘇の外輪山側、大地の壁がそそり立ってますが、あそこに見えるは、これ、米塚っていう可愛い山ですね。中央くぼんでて可愛いですね。草千里と烏帽子岳ってね、あの山烏帽子岳っつんだ。あっちがね、中岳だよね。歩いて3分くらいのところにこんな広大な展望台、今誰もいないけど、烏帽子は草千里で、こっちが阿蘇のカルデラ、そして米塚。はい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 、いやすごいねこの阿蘇のカルデラね。こっからあそこ見ね、カルデラが唯一切れてるところがありますね。山が切れてカルデラに侵入する唯一の侵入口、まあもちろんトンネルとかあるんだけど実際はね。で、雲仙見えてんの？ あれ雲仙なの？へえ、見えてますね。これ映ってるかな？雲仙普賢岳。いやー、広大なカルデラ。そしてなんか可愛いよね、この米塚。この山なんだろう、わかんねえな。ここが多分草千里を見るのに一番最高の展望台。向こうにね、中岳高岳、煙もくもく、草千里。結構中に入ってね遊んでる人たちいますね。あっちのね山の名前はね、杵島岳っつんだって。こっからでもね登山道整備されてるの見えますね。登ったらさぞかし景色綺麗なんやろな。烏帽子岳、そして中岳、高岳、草千里ヶ浜。おはぎさん、今日も黒く美しいですね。おはぎさん、いい景色。
アギ、アギ。とにかく綺麗な山並みがね、続きますね。いいドライブロードです。上の方から、多分あそこだね。あそこから見てた足を踏み入れてみました。やっぱ、実際来るよりは上から見下ろした方が雄大さは伝わるんだけど、まあ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 お散歩っていうことで。いっぱい落ちてるのは馬のあれだそうです。あっちにね、馬いる。わかる？馬。ね。今はね、なんか干からびてますけど、あの辺、なんか池だか沼だからしいですね。うん、ちょっと最近日照り続きで枯れちゃったんかな。で、帽子だけが眼前に、ちょっと逆光ですが、多分これ以上先行くと沼だったところだと思うから、深みにズボっていくような気がするんで、ここまでにしとこうかなと思うんですが、ちょっと小高いところ上がってきましたよ。中だけ、高だけ、河口からもくもく煙が上がってますね。あそこも行くよ。よし、以上、草千里ヶ浜でした。次のポイント行くぜ。河口見学なり、料金所。はい、ありがとうございます。はい、どうも。さあ、ここが河口へ続く有料道路、荒れ果ててますね。整備されてる気する。よし、着いたぜ。中岳河口、河口見学ね。まあちょっと猫連れてくって感じにはならないと思うんで、車でお留守番かな。おはぎさん、河口見学路、武骨ですよね。武骨だからこそよし。今は青色、安全ってことね。日の国橋を渡って向こう側、シェルターいっぱいありますね。避難できるようにね、何かあった時。さあ、来ましたよ。これが河口、黙々してる。通算2回目ですけど、こんなに天気いい日来たのは初めて。こっち側は立ち入り禁止のようですが、なんか荒野って感じで、火山だね。シェルターの中入ってみる？おお、まあなんとかなるかもしれないくらいの。あ、ヘルメット置いてある。音反響すんな。かつてはなんかあそこも行けたっぽいんだけど、今は立ち入り禁止ですね。まあね、何度も噴火繰り返してるからね、地形変わっちゃいますよね。堪能しました。中岳河口、煙もくもくでね、すごかった。おはぎさんはちょっと留守番でしたが、まあ
僕が楽しんでしまったけどね。まあそれが旅行や。よし、次のスポット行きますぜ、おはぎー。おはぎさん。Google 先生が、牧場展望所って教えてくれたんで、来てみたら誰もいなーい。阿蘇の山並みを眺めることのできる展望所なんやな。牧場がね、あって牛が放し飼いになってたから、牛が見えるといいんだけど、見えるかな。おー、見えた見えた。ちょっと遠いですけど、牛さんいますね、いっぱいね。うん、放し飼いになってる。雄大な自然で育った。あれは、かの有名な阿蘇の赤牛でしょうかね。黒いのも見えるけど、赤いのも見える。うん。で、こっち行くと、阿蘇の外輪山、あっち、南側か？ちょっとわかんないけど、外輪山が見えてます。で、山並み。山を降りてくる途中に、南阿蘇パノラマライン展望所っていうものがあって、景色綺麗そうなんで、来てみましたよ。めっちゃ綺麗やん。これ南阿蘇の街並みなんかな？で、あれが南阿蘇の外輪山になるのかな。本日の阿蘇の旅最終チェックポイント、俵山峠展望所。ちょっとね、阿蘇の山から降りて、もう一回南の外輪山側まで上がってきたところにある峠の展望所です。俵山展望園地、もう消えちゃってるけど、うっすら見える。で、ここが俵山の登山口らしいんですけど、まあ登るってほどではないかな。ここからの景色で十分じゃないの。今日行ったね、阿蘇の山々が見えてるじゃないですか。今日いろいろ来ましたね。まず左側、これ米塚ですね。で、これが木島岳だっけ。これが高岳か、うん、中岳、烏帽子岳とかがある。この辺行ってきましたね。阿蘇を遠望する素晴らしい場所、カルデラ感があるよ。カルデラって感じするね。でっかいな、ほんと。今日は阿蘇のね、核心部を見て回りました。あの阿蘇山、あっちこっち行きましたがね、非常にどこもかしこも気持ちがいいところ。過去もね、なかなかね、最近警戒レベルが上がったりとかして見れないらしいんですが、今日は見れたってことでね、ラッキーな日だったかなと思います。マギさん、マギさん、阿蘇を満喫する回でした。マギさん、ありがとう。綺麗な相談でした。おはぎさんアップ。